どうも、鬼メンタル国坊です。毎日配信している中で今日何話そうかなって思ってるんですけども、秋の行政書士試験の本番もですね、もう約50日前か目前となってきておりまして、今一度私の勉強の進捗だったりをちょっと雑談っぽいんですけどお話できたらばなと思っております。行政書士を目指したのは3月の末か4月ぐらいですね、春にですね、まずこのタックさんから出てるテキスト、これ結構分厚いですけども、行政書士って何ぞやということで、まずこれを買ってテキストさっとというか、まあ1ヶ月ぐらいかかったかな、読んでですね、で5月となりまして、ゴールデンウィークに過去問をまずやってみようということで5年分やりました。タックさんから出てるアホンを買って5年分やって、全てボコボコにやられてですね、まあそれも動画にはさせていただいております。まあ78点とか、まあ、100点とか、まあ、そこら辺やったと思います。で、もう一回このテキスト読んでみたかな。で、5年分やって間違ったところも見直しして、読んだんだけど、なんせ範囲が広いので、なかなか頭に入ってこないということで、いろいろリサーチしましてですね、で、6月に入って、この合格革命の足別過去問集か、一問一答式、これを何週間回そうということで、私の勉強スタイルが決まりました。まあ、この本は私に結構フィットしてですね、毎日のこうルーティンということでやっております。で、今現在は10週目に入っております。はい。で、まあ、何周回したらっていう話題が結構出ててですね、で、動画にも常々増えてるんですけども、何周やろうがっていうのはまあおまけであってですね、人は覚えるより忘れる、覚えるより忘れる、だから覚え直すっていうことで、それで回転させるという目的でやっております。あとですね、まあ、4週目、5週目で、8週目、9週目ぐらいやって、ようやく解説が語りかけてきて、あ、こういうことだったんやなっていう気づきがどん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 潰していけるのでですね、まあそういったためにもですね、回数を追うっていうのは重要だなと思いまして、当初はですね、まあ6月から始めて11月の半ばぐらいか本番で、ブレイクダウンして、じゃあ、1週間に1回とか決めて、じゃあ20週やろうということで動画でも宣言しましたけども、現在10週目でですね、残り約50日ぐらいか、逆算してもなかなか20週って、まあ卓球の勉強も再開しているので、厳しいとこなんですけども、まあまあとりあえずやってみますということで、現在は10週目なんですけど、あとですね、私、まあ、今までこうファイナンシャルプランナーとかいろんな資格試験もやってきている中でですね、問題集テキストに書き込みって一切しない派だったんです。それは別にもういらなくなって、もう古本屋メルカリに高く売ろうとか、まあそんなんとかは全然思ってなくてですね、全部覚えきるっていう、まあまあちょっとバカな勉強方法かもわからないんですけども、まあ、全部覚えきるっていうスタンスで、こうマーカーとか書いたりすると偏見がつくんですよね。そこばっかり見てしまうのでっていうことで、全部どれも平等に覚えきる、どれもこう覚えきるということで、もうクリーンな状態で本とかをいつも見たかったんですよ。どれも大事だよっていうことで。ただし、冒頭でもお話ししたようにこのなんせ分厚い範囲が広いので間に合わないぞということで、大事なところは目に飛び込んでくるようにということで、今はこのようにですね、マーカー引いたり、書き込みをしたりはしてます。はい。ですね。で、この問題集と、こっちか、携帯六法の方にも、こっちの方にもですね、こういうふうに、書き込みとか、マーカー引いたりとかはしてます。で、こっちに一元化するようにしてますね。こっちの範囲を移し替えて書いたりですね、まあ最近はしてないんですけど、このテキストに載ってた情報も書いたりしてですね、とにかくこの足別過去問集に、一元化するようにしてます。ということで、まあ今日取り留めのない話やったんですけども、まあとりあえず今は10週目だということで、まだまだ分からない範囲とかもいろいろありますけども、まあ丸は結構増えてきたかな、ということで、この足別あるあるっていうのもですね、まあ何ヶ月か前に、まあお遊びみたいな形で、
動画にもしたんですけども、まあ現在は10週目ということで、まあ、残り50日何がし踏ん張ってやってみようと思います。一緒に一緒に絶対共に、一緒に諦めずに頑張っていきましょう。